はい、皆さんこんにちは、鉄棒でございます。いつもひま坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。さて、今日は落としどころが難しいローカル線議論ということで、ちょっとお話をしたいなと思います。で、今日本のいろんなローカル線で、ローカル線の今後の在り方を、損廃を前提にしない、路線の在り方みたいな感じで議論するところが多いですね。芸備線みたいに再構築協議会とかまで行っちゃってるところもあれば、久留里線も、実際に損廃の協議っていうレベルまで行ってるし、米坂線も結構それに近いところで、陸東線か今後どうなっちゃうかよく分かんないようなところがあったりとか、いろんなところはありますけれど、そうですね、その中でも比較的、穏やかに話が進んでいるのが四国と九州かな。四国は実はほとんど話が今進んでない状態、社長が篠宮さんに変わってから一旦棚上げみたいな感じに今なっちゃってる。いろいろ忙しいっていうのもあると思うんですけど、松山駅のことであるとか、徳島もなんか動き出しそうだし、高松のオルネとか周辺のもあるし、いろいろ忙しいっていうのも、あるのかもしれないですけれど、この辺り今穏やかな感じなんですが、その九州の中で今沿線の自治体の方とか、鹿児島県と具体的に話ができしているのが指宿枕崎線で、指宿枕崎線で、何日かな、先日かな、 2,3 日前だと思うんですけれど、沿線商工関係者、2,3 日前じゃない、先週だからもっと前か、沿線商工関係者で、ワークショップ、商工関係者っていうから商工会議所の人とか、観光協会の人とか、そんな方々かなと思うんですが、こういう方々で、ワークショップを、開催したというような話が、ございましたと。でそれともう一つ、紀伊国線、紀勢本線ですね、の JR 西の区間、紀勢本線の、紀伊国線と通称呼ばれているところで、紀伊国線と、地域社会の競争をテーマに、学習プログラム活動報告会というのが実施されているということで、こっちは、いわゆる指宿枕崎線だから、指宿市、南九州市、枕崎市かで、これの沿線自治体の方と、そこの商工関係者、あと鹿児島県の方も来られてると思うし、あとは JR 九州の方も来られてると思う。で、場合によっては私、指宿枕崎県、ご承知の方も多いと思うんですけど、NPO の方直接存じ上げておりますので、この方々も、もしかすると何らかの形で加わってるのかもしれない。直接は聞いてないですけど、入ったか入ってないかって。で、いうので、ワークショップを開催したと。で、これは、路線をどうこうするかっていう、路線を残すとか残さないとか、っていうことじゃなくて、もっとこう、まちづくりを考えたときに、大きなまちづくりとして、路線の、その駅の周辺だけとか考えて、まちづくりを考えたときに、町の中における、その、鉄道の存在意義とか路線の在り方みたいなところをもうちょっと俯瞰で見るような感じの話がされていると思うんですね。で、一方の紀伊国線の方ですけれど、これはね、和歌山大学南紀白浜エアポート、日本能率協会マネジメントセンターで、それから JR 西日本の和歌山支社ということで、こういった方々で協力して、ことコラボ、ことコラボ、紀伊国線か、なんかコラボ企画みたいなことを、やってると。でこれを、この方々が、紀伊国線の沿線を、どうやってやって生かしていきましょうかっていうような話をしたっていうことで、参加している人も場所も全然違うんですけれど、ローカル線の、沿線のこう在り方とか、生かし方、もうそれを俯瞰で見るみたいなところにおいて、結構この2つって似ているような感じが私はしたので、なので今日はこの2つのちょっと、そういうことがありましたっていうことを、取っかかりにしてちょっといろいろお話をしていこうと思うんですけれど、まず、今回こういうのを、議論しているわけです。こっちは、どっちかというと行政寄りの方々で、こっちはもう行政の方とはちょっと違う人たちが入ってきている、大学生とかね、あとは、異業種の人たちが結構入ってきているんで、で学習プログラムだけど、俯瞰で見るっていうことにおいては結構似ているし、でいわゆる乗っての子孫運動とかでもないし、それから、今度の土日マルシェやります、キッチンカーも来ます、皆さんのお越しをお待ちしてますみたいな、そういう単発のイベントでもないと。別に
この乗って残すとかっていうことが別にダメだってこと、これはこれもちろん大事なんだけれど、無理してもどうせ続かないと思うし、単発のイベントをしても、まあ、よくあるけど、打ち上げ花火ドカーン次の日シーンみたいなんですね、これだとやっぱりダメだ。花火大会やって次の日は何も残ってないっていうのとやっぱり、ではやっぱりなかなか難しいですよね。だそういうことじゃなくて、その、町においてその路線がどういう役割をあるのかって言ったところをもう一度深く考えてみようと。なんでそれはあるんだと、それはなぜ必要なのか、まあなぜ必要なのかって言ったら、一番分かりやすいのは高校生の足のために必要ですとかって話になってくるんだけど、もちろんそれはそれだけど、それだけじゃダメだっていうことを皆さん分かってる。だからこういうことをまあやるわけで、で実際に、まあ何やってるかっていうと、指宿枕崎線の方はやっぱ町として、まあ、変えようと思ったら変えれるところはたくさんあるけど、それを変えなきゃいけないのか、変えた方がいいのか、このままがいいのか、っていうようなことを言ってる。結構だからなんかこうなんだろう、全問答みたいな感じだけれど、でもこれって私なんか真理をついてるように思って、結局路線を残す、で分かりやすいのは、昔は駅周辺にお店あったけど今はもうみんなシャッター街になっちゃったねみたいなで、いう風になっちゃってるけど、じゃあそのじゃあ町づくりを根本から変えて駅周辺を中心とした町づくりにした方がいいのか、良くないのか、現状維持がいいのかっていうようなことだと思うんです。でこれって結構難しいところで、まあもちろん今ある町をまた駅中心に戻すって金もかかるし時間もかかるし、で路線を残す前提条件にそれをコミットすることってすごい難しいと思うんですよ。だってそれできたとしたって、それ出来上がるの何年後ですかって話ですよ。10年20年ってスパンで考えなきゃいけない、なかなか難しい。で、こっちの方だと、まあ、例えば串本を、まあ、研究したチームの皆さんによると、ロケットをきっかけに串本で事業を創出した人をターゲットに、まあ、会える場、まあ、交流施設みたいなものをまあ、作りましょうみたいな、まあ、場所なのか、まあ、時間とかっていうこともあるんだと思うけれど、まあ、地元住民と、まあ、移住者みたいな方々を、まあ、どうやってつなげていくかっていうようなことを、まあ、やりましょうみたいなことをやってるわけで、なので本当に乗って残すとかそういうことじゃないんですよね。いかに人をよ、まあ、まずなんていうのかな、もう鉄道に直接結びつかないところでいかに地域社会を底上げしていくかっていうようなことだと思うんですよ。で、まあ、さっき申し上げましたけど、乗って残すことはもちろん大事ですよ。大事ですけれど、無理強いしたってどうせ続かないし、まあ、無理強いても言うこと聞いてくる人がどんだけいるんだって話もあるし、まあ、さっきのこの今のある状態がいいのかどうかって話ですけど、住んでる人にとってみれば大きな変化を望まない人は多いと思います。でなぜかというと、まあみんな鉄道に乗らない車中心の社会っていうのがローカル線だともうほぼ出来上がっちゃってる。ローカル線どころかも北関東あたりでもそうですからね、結構鉄道が走ってるようなところでもそうですからっていうようなところで、要はみんなそれぞれのそこにお住まいの方っていうのは、まあいろいろ生活に対する不満、不平不満いろいろあるではあろうけど、今自分たちができる範囲の中で一番住みやすい形っていうのを見つけ出して、それで最適化されちゃってるわけですよ。で、町づくりを変えるということは、その人たちにとって最適化されている社会、町が変わるっていうことなんです。なので大きく変えるということは、下手をするとそこからその人たちが逃げ出しちゃう可能性がある。なんか住みづらくなったねと、隣町の方が良さそうだから、まあもちろんそれは子育て支援とかいろんな他にも要素はあると思うけれど、住みやすい形っていうのはやっぱある程度皆さんそこで実現しようとしているわけだし、今できる範囲でやられてるわけですよ。でそれを自分たちができないところ、自分たちがとは関係のないところでその最適化されちゃってるところが変わっていくっていうことは、やっぱりみんな嫌がる方はいると思うんで、そうすると人口流出にもつながるっていうこともある。だから難しいと思うんです、私ローカル線問題って。
結局そこの人たちが住んでいる、行政が考えなきゃいけないことって、そこに住んでいる人たちがどれだけ幸せになれるかということを考えなきゃいけないわけじゃないですか。で一方でやっぱり鉄道が必要だっていう人もやっぱりいるわけで、まあ、学生さんとか中心にね。でそれがなくなったらもっと学生さんいなくなっちゃうかもしれないし、子育て世代の人たちがもっとよそに行っちゃうかもしれないし、だそこのバランスが難しい。だからそれがさっき出て言われてた、変えようと思ったらたくさん変えれるとかたくさんあるけど、それを変えなきゃいけないのか変えた方がいいのか、このままがいいのかっていう、そういう話になってくるわけですよ。だからそういう意味でちょっと今日私この落としどころが難しいローカル線議論っていうちょっと題名をつけて話をしている。まあこれに解決策があるわけでも何でもないんですけどね。でまあいろんなことを考えていくと、結局のところでも路線を残すって話になると、交流人口っていったところにどうしても頼らざるを得なくなる。でなぜかというと人口減るから、乗って残そう運動をやって多少増えても、その母数になる数はどん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 減っていくわけですよ、ね、だからずっと長期で考えていくと、だって人口が減っていくごとにその分鉄道利用者をどんどん上増ししていくかというと、そんなことなかなかできないじゃないですか。だから長期的に考えたらやっぱり難しいから、そうなってくると交流人口、まあ、観光客ワーケーションの拡大、まあ、もっといや I ターンとか U ターンとかも含む、まあ、I ターンとか U ターンまで出ると、じゃあ今度のさっきの串本の話じゃないと起業しやすい環境づくりとかっていう話になってくるんですけれど、結局よそから人が来る。まあ、変な話ですけれど、日本国民で働いてる人の、まあ、工場とかで行かなきゃいけない人とか別ですけれど、オフィスで働いている人たちがもうほとんどみんながですね、ワーケーションをするようになって、もうずっと動き回ってるようなことをすると、すっごい流動増えると思います。まあ、それが車で移動するのか鉄道で移動するのかっていう別な話は出てきますけれど、そういうことはまあ一応なんというか理屈としては考えられる、人が常に動き回ってる状況を作り出すっていうのは、まあ、観光だけじゃなくて、まあ、ワーケーションで半分観光みたいなもんだけど、まあ、だから一瞬、まあ、ワーケーションって話よく出てきたんだけど、まあ、そういうことを増やすっていうのがおのずと出てくる。ただ、まあ、さっきもそのワーケーションが増えても、じゃあ電車に乗る人が増えるかっていうと必ずしもそうじゃない。これをやるっていうことは鉄道利用者の直接増っていうことよりも、地域社会の底上げ、人口とか経済とかの底上げが主眼になってくる。ただ地域社会が盛り上がればおのずと人は増えるし、そうすると、何らかの形でやっぱり鉄道を使うとか、そうすると鉄道の駅周辺に何かを作った時に来る人がおのずと増える。交流人口も増えれば、 I ターン U ターンの人も増えればっていう、多分そこまで考えていかないといけないですが、それもなかなかやっても、じゃあどこまで増えるんだっていう、そういう原的な問題はある。それは多分行政の関係者みんな分かってること、 JR さんみんな分かってるっていうこと。ただ JR さんにしてみても、今何でもかんでも廃線にできるっていうこと簡単じゃないですよね。実際にそうなってるところはあるけれど、本当にそれってもうこれはっていうような、もうこれはまあなんていう、米坂線とか津軽線みたいに、まあ、津軽線はもう完全に廃線という方向で話は進んでるし、米坂線はもう残すんだったらお金出してくださいっていうようなことをもうはっきり言っている。まあ、こういうふうに被災しちゃったところっていうのは、まあ、ある意味話はしやすいけれど、まあ、日田彦山線もそうだった。まあ、一から線路を作るようなもんだって当時の社長がおっしゃって、で結局最終的には BRT という形で落としどころを作った。だから結構簡単じゃないんですよ、意外と JR さんにしてみても。輸送密度がもう500切ってるようなところだったらそういう話です、できるだろうけど、輸送密度がまた1000近くあるところが逆に被災したからって、じゃあ簡単に廃線できるかってなかなかできないと思うし、でしかも今やっぱり地方創生とか地域との競争とかっていうのも JR 各社さん掲げてるから、仮に廃線してバス転換してもさよならっていう、国鉄時代みたいにはできません。長期にわたるコミットメント、まあ、津軽線とかでそういう話になりそうだし、まあ、ある意味日田彦山線もそう、単純にバス転換という形じゃなくて、JR 九州さんがやってる、BRT という形で、まあ、もうずっとこれからこれを走らせていくということで専用道まで作ったわけじゃないですか。まあ、東峰村に対する、まあ、忖度的なところはあるんだけれど、これはそういう長期にわたるコミットメントというものがないと廃線にもできないんですよ。でバス転換っていうのも、じゃあバス転換してそれを JR がある程度責任持ってそのバスに転換しなきゃいけない、下手すると JR がバスを用意しなきゃいけないってことになってくると、果たしてそれが用意できるのかっていう問題もこれから出てくるわけです。今のところそれなんとかやってます。地域のバス会社がやるよりも、JR さんの方がやっぱり経営規模も大きいし、もう財政状態も全然違うんで、
やりやすいとは思うんだけれど、まあ極端しもっとバス会社にお金を出すことができたりするかもしれない、っていうことができるかもしれないんで、 JR さんの方がやりやすいとは思うんだけれど、ただそれもこれからどんどん難しくなっていく、だから実際にそういうお金がないところとかバスドライバーが用意できないところっていうのは、まあ北陸鉄道とか先日の阿武隈急行の話メインチャンネルしましたけれど、まあこういったところが実際に無理だと、バスは転換できないと、 BRT も無理だっていうことになってるわけで、実際にだから財政規模の小さな自治体であるとか、あとは非常に経営状態が芳しくない鉄道会社であるとかってところはできないわけじゃないですかっていうふうに、今だからそれも消極的な鉄道維持っていうの私よく呼んでますけど、そういったところいっぱい出てきてるということで、まあ、JR さんにしても経営規模は大きいとはいえですね、まあ、その敗戦してはいさよなら、じゃあその後バス責任持ちますっていうのもなかなか難しくなってくると思うんです、これから、いろんな意味で、ね、だから結局のところ今いろんなこの路線の生かし方っていうのを、まあ、協議して、まあ、議論してどういうふうにしていくかっていう話がされているわけではあるんですけれど、単なる利用者増っていうことじゃなくて、まあ、地域社会の貢献をどのように捉えるのか、まあ、それが交流人口とかっていう話、まあ、あの只見線の例を挙げると分かりやすい、金がかかってもそれだけの経済効果があるんだから只見線残しましょうっていう話、結局これは福島県と沿線自治体の頑張りでそうなったっていうことで、まあ、残ってるわけですよね。ただ使える列車が1日実質日中に重複しかないっていう問題はあるけれど、まあ、これを今後どうやって増やしていくのか、まあ、そうするとまた今度沿線自体は金出さなきゃいけないって話になってくるとは思うんですけど、そういうのも、まあ、あるにはあるんですけれど、だ結局そのやり方をこれからどうやって考えていくのかって話になってくる、まあ、あの路線維持のために要は最終的にはやっぱり上下分離っていうところになるとは思うんです、それしかないから残すんなら、ただ上下分離をするにしても大義名分がないとダメなんですよ、大義名分、結局行政としてこれに対して公的資金を投入しますっていう、まあ内袖では触れないっていうところもあるかもしれないけれど、残すためにはない袖でもなんとか頑張って振らなきゃいけないところが出てくるけれど、でも振るためには要はそこの市民町民村民の皆さんに対して説明がつかなきゃいけないと思うんですよね。でその説明をつけるための話がこういうことだと思うんですよ、こういうことをするから、そのためにいるんですっていうことをきちっと説明できる、単なる高校生の足のために必要とかそういうことだけだとダメなんです。だからこういうことまで考えて、まちづくりのことまで考えて、でその上でこうなりますっていう、そんなことはもちろん誰も言ってない、これは私が勝手に思ってるだけれども、でもそうしないと多分残すのは難しい、まああと5年とか10年は大丈夫かもしれないけど、その先ってなった時になかなか難しい、でバスに転換するのも難しい、まあ、最終的にはその自動運転とかという技術革新である程度人手不足っていったところはバスドライバー不足にしても、あとはまあ列車のね運転手さんも不足してきてるけれども、まあ、そういうのあるのかもしれないけれど、まあ、でもそれってかなりまだ先の話 で結局のところはやっぱり、まあこれ石破さんもおっしゃってたと思うんですけれど、やっぱり自治体がお金を出して残す形にしかできないと思うんです。だから、まあ、いわゆる上下分離ですね、第三セクターはもっと難しいと思うんで、だから今後、まあ、政府がそれに対してもう少し上下分離しやすいような枠組みを、まあ、作っていくようなことをするのかもしれないし、今ある、まあ、中でやっていく補助金の中でやっていくっていうことになるのかもしれないけれど、まあ、いずれにしてもこういう話をしてるっていうのはやっぱり大義名分なのかなということですね。まあ只見線の話というのがその中でよく出てくるんですけど、私でもね只見線ってね正直なところ真ん中部分だけ上下分離しちゃったでしょ、あれは今 JR 東日本的に考えるとちょっと失敗しちゃったんじゃないかなと思ったりもするんですけど、あれがあることによって両側がもう両側だって決して良くないじゃないですか成績は、会津若松の方はまだいいですけど小出のとか相当厳しいじゃないですか、であそこが残ってる以上両側だけを廃線にするっていう選択肢って取りづらいじゃないですか、
で、そういう意味であそこを、まあ、逆に言うと福島県と沿線自治体の方はよく頑張って、皆さんすごく頑張ってうまく残されたなと思うんですけど、 JR 東的にはあれをやったことによって、受けちゃったことによってちょっと動きが取りづらくなってんのかなっていう部分はあるあります、まあ、最終的には両側も上下分離って形まで持っていければそれ JR 東としてはいいんでしょうけど、そんな簡単にできないですか、そんなことね。そんな簡単にできないし、福島県もそんな簡単にまあお金も出せるわけじゃないし、そこそこ人は乗ってるし、むしろ逆は新潟側の方で、新潟はもっと厳しいと思うね、お金ないし、あの北越急行と都気鉄だってなかなか難しい状態なんだからっていうような状態があって、まあ結局、まあ、そういう意味で落としどころが難しいローカル線議論なのかなと思う。こういうお話をすることによってローカル線の意義、それが生み出すものが、乗客から生み出す利益とかそういうものだけではなくて、どれだけの経済効果があるのかなんとかっていうようなところと、まあ、それがあることによって地域社会どれだけ底上げできるのかっていうようなところを話をして、まあ、それを結局上下分離っていうことにどうやって結びつけるのかっていう話なのかなっていう思います。難しいですね、本当に、本当これは難しいと思いますけれど、ただこういう話をして時間かかるけども、そういう中でなんとか着地点を見つけて残していくようなことになるのかなと思います。ということで、まあなんかよくわからない今日話でございましたけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。以上です。さよなら。